どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、東海北陸ブロックの静岡、愛知、岐阜、三重、石川、富山の2020年度の問91から問100までの過去問について解説を始めていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問91番です。薬局及び医薬品の販売業に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A、B は大丈夫でしょうか。どうでしょうかね。A のところ、このあたりもよく出てくる問題ですね。それから B に関しても、名札を付けさせることなどによりということで、ここもですね、しっかりと確認しておいていただきたいと思います。そして C なんですけど、配置販売業では、ということで、今配置販売業のことについてお話をしております。配置販売業では、特定の購入者の求めに応じて、第三類医薬品を開封して分割販売することができますよというところなんですけど、この開封販売って何だろうというところだと思うんですが、開封販売に関しては、例えば頭が痛いなってなった時に、頭痛いからドラッグストアで1錠だけ頭痛薬が欲しいなってなった時にすいませんと、頭痛薬1錠だけくださいなってなった時に、箱をパカッと開けて、じゃあ1錠だけどうぞということで、まあ、もちろんこう添付文書とか必要書類とかいろいろつけてお渡ししていくんですけど、そのように販売することが、こちら開封販売、というものに、なってきますので、なのでそういった開封販売、それがですね、まあ、いわゆる分割販売というものに、つながってきます。なので分割して お客さんの求めに応じて、販売することができますかということを言ってるんですけど、配置販売業っていうのはそもそも専用小売の販売形態でしたので、先に用いて後で利益を生む、要はお客さんが先に使った分だけ後から代金請求しますよというものになりますので、なので、そもそも配置販売業、一錠だけくださいなということはできませんので、使った分だけ後から代金請求していきますので、なので、ここのところ誤りとなります。はい、ということで配置販売業は分割販売はできませんので大丈夫でしょうか。はい、では次 D いきますね。卸売販売業、今度は卸売販売業です。卸売販売業の許可を受けたものは生業として一般の生活者に対して直接医薬品を販売することができますよとなってます。はい、ちょっと前にもちょっと書いてみました。卸売販売業というのは、いわゆる問屋さんになりますので、なので、製薬メーカーさんからいろんなメーカーさんからお薬を、買ってきて、そして、それらを、例えば A というドラッグストアに渡すとか、B という薬局に渡すとか、そういったところの販売をしている業者になりますので、なので一般の人ではなく、例えば薬局とか店舗販売業、配置販売業、そういった、ところにですね、お薬を、販売していく業態になりますので、なので卸売販売業に関しては、一般人への販売はすることはできませんので、なので、こちら D のところは、誤りとなります。ということで答えは1番が正解となりました。大丈夫でしょうか。はい、では次行きましょう。問い、92番です。リスク区分に応じた情報提供に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちらはですね、答えは1番が正解となります。まず A なんですけど、店舗販売業者は、要指導薬品の適正な使用のために。はい。ということで、今、店舗販売業者と言ってますので、店舗販売業のことですね。その店舗販売業者は、要指導薬品、今度は要指導薬品の適正な使用のために、要指導薬品の販売後に購入者から当該医薬品にかかる相談があった場合には、その店舗において、医薬品の販売または需要に従事する薬剤師または登録販売者に必要な情報を提供させなければならないとなってるんですけど、要指導医薬品というのは、販売すること、情報提供することができるのは薬剤師のみでしたよね。なので今回ここでは薬剤師または登録販売者にと言ってますので、登録販売者に情報提供とか販売させることはできませんので、 A は誤りとなります。はい、そして B です。店舗販売業者は、第一類医薬品を購入しようとする者から説明を要しない旨の意思の表明がなくとも、
販売に従事する薬剤師が当該医薬品が、適正に使用されると認められると判断した場合には必要な情報提供をせずに販売することが認められていますよとあるんですけど、こちら誤りとなりまして、まずですね、第一類医薬品もよく使ってるから、毎回使ってるからもう説明 薬剤師さんいらないよというお客さんからの申し出があって、そして薬剤師が、うん、この人ちゃんと使えるなと判断した時には、それの説明を省略することができるんですが、ただ、第一類医薬品というのは必ず情報提供しなくちゃいけませんので、なので、薬剤師が、うん、この人大丈夫かなって自ら判断して、情報提供しないというのはダメなので、なので、必ずですね、説明をいらないよというお客さんからの申し出、意思の表明がないとダメなので、B のところは誤りとなります。はい、ということで C と D は正解なので1番が正解となりました。では次行きましょう。問い93番です。1から5で示される事項のうち、店舗販売業者が一般用医薬品を購入し、または譲り受けたとき、医薬品の販売業者に、販売し、または授与したときに、書面に記載しなければならない事項として、誤ってるものはどれでしょうかということで、はい、ここ、誤ってるのは5番になります。はい、ということで、大丈夫でしょうか。こちら、店舗販売業者が、店舗販売業者が一般用医薬品を購入し、または譲り受けたとき、医薬品の販売業者に販売しということを言ってますので、なので、これ業者間でのやり取りですよね。お客さん、一般のお客さんじゃなくて、業者間でのお薬の販売の売買に関して、書面に記載しなければならない、内容いろいろありましたよね。で、今回はそこでしなければならない事項として誤ってるのはどれでしょうかということで、5番の医薬品のリスク区分ですね。1類ですよ、2類ですよ、3類ですよというリスク区分は、特に記載する必要はございませんでしたので、このあたり十分に気をつけておいていただきたいと思います。はい、ということで、大丈夫でしょうか。ということで、問い93番は5番が正解となりました。では次行きましょう。問い94番です。法の規定に基づき、店舗販売業者が当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない事項として、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A、B 正解。B、C ですね。勤務するものの薬剤師の免許番号、それから登録番号、これはいらないです。特に、こういったものはですね、見やすい場所に掲示しなくても別にいいので、ただ、あれですよね、例えば薬局とかに行くと、薬剤師、こんな薬剤師の免許、こんな人が働いてますよとかって、なんか額に入れてバン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 って、あれは、薬局のそれぞれの、何ですかね、別に義務ではありませんので、そういったね、飾りみたいな感じになりますから、なので、特にそんな免許番号とかね、登録番号とかは、掲示しなくても大丈夫です。ただ、勤務する薬剤師の名前とか、そういったものは書いておいてあげていただきたいと思いますので、C は誤り。それから D ですけど、複数の店舗について、店舗販売業の許可を受けている場合、許可を受けているすべての店舗の名称、そんなところは書かなくていいので、もうね、何百店舗あるところ、ブワーみたいなね、感じになっちゃいますので、そこまで書かなくて大丈夫ですので、D も誤り。ということで、1番の A と B が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い95番です。薬局開設、問い95番は答えは1番を見て、1番になりますね。はい。薬局開設者は、これちょっと問題も長いですよね。まず、何言ってるかちゃんとね、確認しましょうね。薬局開設者は、一般用医薬品のうち、乱用などの恐れがあるもの。そうですね。乱用が恐れがあるもの。として、大臣が指定するものを販売する場合に、医薬品の販売に従事する薬剤師または登録販売者に、法の規定に基づく確認を行わなければならないと。そして次のうち、薬剤師または登録販売者が、上記の規定に基づき確認しなければならない事項として正しいものはどれでしょうかということで、はい、こちら A と B は正解なんですけど、C は何が違うのかというところなんですけど、これ、当該医薬品を使用する者の氏名及び住所とか、これは特にはいりませんので、
なので、例えば、若年者であれば名前とかね、そういうものが必要になりますので、なので D、若年者である場合は保護者の氏名とか住所まではいらないです。なので、そういったところ、若年者がというところ、ここちょっとキーワードになってきますので、そのあたり、もう一度確認しておきましょう。はい、ということで、答えは1番が正解となりました。では次行きましょう。問い96番です。店舗販売業者が行う特定販売の方法などに関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。まずは、特定販売ですよね。そうですよね。まあ、例えば特定販売いろいろありますけど、大きく出てくるのはインターネット販売とか特定販売に該当してきます。で、そんな特定販売、に関することで気をつけなくちゃいけないこといろいろありましたね。例えば A なんですけど、当該店舗に貯蔵し、または陳列している一般用医薬品以外の医薬品も販売することができるよと言ってますけど、A は誤りですけど、これどういうことかというと、例えば、お店の中にあるお薬を必ず売らなくちゃいけないんですよ。お店の中にあるお薬を売らなくちゃいけないのにもかかわらず、例えばお店の中にあるものじゃなくて、ちょっと、遠くのところにちょっと、倉庫用意しておいて、もうお店とは全然もう遠く離れたところですね。もう敷地も全然違うところに倉庫とか用意しておいて、そこから発送しますよ、みたいなね。配送センターから発送しますとか、そういうのはダメなので、必ず許可を受けた敷地の中にあるお薬を、遠くの人に販売していくとか、そういったことが目的となりますので、当該店舗に貯蔵し、または陳列している一般用医薬品以外の医薬品とか、そういったものは、売ることはできませんので、A は誤りです。はい、そして B と C は正解。そして C、ごめんなさいね。D ですね。D は特定販売を行うことについて公告するときには、医薬品のリスク区分ごとに表示する必要はないよう、リスク区分というのは1類、2類、3類ということなので、1類、2類、3類ごとに、しっかりと表示していきましょうというところになりますから、必要はないよというところが誤りとなります。はい。ということで、問い96番は2番が正解となりました。では、大丈夫でしょうか。次、問い97番です。医薬品の適正な販売方法に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、販売方法に関する内容ですね。はい、こちら答えは3番が正解となります。A なんですけど、店舗販売業者が在庫処分を主な目的に効能効果が重複する医薬品を組み合わせて販売する場合であっても、購入者に対してリスク区分に応じた情報提供を十分に行われる範囲であれば、適正な販売方法であるよと言ってますけど、これ違いますよね。そうですよね。あくまでも、購入者にですね、こう、利便性がないといけませんので、なので、お店側の、勝手な都合で、こうなんか重複するものをね、例えば、解熱剤セットみたいな、ブワーンみたいなね、そういうことをやっちゃうと乱用につながっちゃったりとか、あとは、なんかいっぱい飲んじゃった方が効果あるんじゃないかと思ってしまって使いすぎてしまうこともあったりしますので、なので、そういったものはですね、基本的に好ましくありませんので、なので、こう、効果が重複するものじゃないようなものとかね、例えば、解熱薬に、解熱薬と、あとは、例えば、氷枕だったりとか、あとは、冷えピタだったりとかね、そういったものとかを一緒に組み合わせて販売するとかだったら大丈夫かなと思いますので、A は誤りとなります。はい、それから B は正解、それから C ですね。薬剤師は、用指導薬品を購入しようとする者に情報提供及び指導した後、これらについて質問がないことを確認せず、いやーダメです。確認しなければなりませんので、C は誤りとなります。はい、そして D は正解なので、3番の B と D が正解となりました。では次行きましょう。問い98番です。医薬品の広告及び医薬品など、適正広告基準に関する記述のうち、誤ってるものはどれかということで、はい、誤ってるのは2番が誤っております。はい、まず2番ですけど、店舗販売業者がということで、今回は店舗販売業者について言ってます。店舗販売業者が販売促進のために用いるポスターなどは、
店頭とか、店内広告というなどはですね、一般用医薬品の販売広告として、法の規制対象とはならない。いやー、そんなことないですよ。これなっちゃいますので、2番が誤りとなります。はい、このあたりもしっかりとテキストなど、参考書などをですね、しっかりと読み込んどいていただきたいなと思います。はい、ということで、誤っているものは2番となりました。では次、問い99番です。一般の生活者から医薬品の、苦情及び相談に関する記述の制御について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A は正解、それから B、独立行政法人、国民生活センターでは医薬品に関する相談を受け付けてはいや、受け付けておりますので、B は誤りですね。それから C は正解、それから D なんですけど、生活者からの、医薬品の、苦情などは、消費者団体などの民間団体にも寄せられることがあるが、これらの団体では生活者のアドバイスは行ってはならない。いやー、そんなことないと行っても大丈夫ですので、ぜひ行ってくださいね。なので、D は誤りとなります。ということで、答えは4番が正解となりました。はい、では次、100番ですね。最後ですね。行政庁の監視指導に関する記述の制御について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A、B、D が正解ですね。そして C は違うんですけど、C は都道府県知事などは、薬事監視員に薬局に立ち入り、帳簿書類を収拠させることができるよとなってますけど、これ違いますね。何が違うかというと、薬事監視員というのが、知事だったり大臣だったりとかの、要は保健所だったりとか、そういったところの職員が、薬事監視員という人おりますけど、そんな薬事監視員が薬局に立ち入ることはできます。で、そこで、なんか疑いがあるものとか、なんか不正とかやってないかどうかとかっていうのをね、いろいろ見たりとか、それから従業員に質問したりすることができます。あとは帳簿書類とか大丈夫かなとかっていうのを見ることができるんですけど、ただここ宗教なので持って帰ることできますよ。できません。できないんですよ。持って帰ることができるのは、疑いがあるもの、例えば不良医薬品だったりとか、そういったものを、必要最小分量に限り、宗教することができます。持って帰ることができますので、なので、帳簿書類は持って帰ることができないよというところをしっかりと押さえておきましょう。ここよくある引っ掛け問題なので、十分に気をつけておいてあげてください。はい、ということで C は誤りなので、答えは5番が正解となりました。はい、ということで、どうだったでしょうか。今こちらに薬局とか、それから店舗販売業とか、あとは医療用薬品とか一類二類三類とかいろいろ書いてみたんですけど、なんでこんなの書いてたのかというと、まず文章読んでると何のことについて言ってんのかなというところをしっかりと拾っといてください。だから、今薬局のことについて言ってんだなとか、今第一類医薬品のことについて言ってるんだなっていうところをしっかりと区切っていただかないと、今何のことについて言ってんのか、だんだん言ってると、解いてるうちに分かんなくなっちゃいますので、そういったキーワード出てきた時には、ぜひなんかこう、印など、線引っ張るとか、丸をつけるなどしてですね、いろいろ対策取っていただきたいと思いますので、特に文章が長くなればなるほど何言ってるか分かんなくなっちゃいますので、ぜひそういった形で問題をどんどん解いていきましょう。はい、ということで、ここまでですね、動画いいなと思っていただいた方はですね、LINE アットなどのですね、下に、URL ついておりますので、ぜひぜひ登録していただきますと、質問などいろいろお受けしたいと思っておりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。